ユーーーチュバのラジオエジオですえ今日2023年6月15日ですね。え終わりれば日経平均33,485円、えー、16円安でした。で、o m c 終わりまして、利上げなしということで、まあ、これは予想通り。しかし、パウエルさんの会見が高派だったということでね、まあ、これも予想通りだったんですが、えー、年内にあと2回利上げをやる。そして0.5%まだ上げるということで、 その予想していたよりはもっと予想していたよりももっと高派だったということですね、だから、えー、アメリカ、ニューヨークダウンは下がったりしました。えー、ただ FMC の影響、そんなに大きくは出ておりませんで、えー、相場は概ねリスクオンです、えー、特に日経平均とかね、えー、ナスダックは強いままで、日経平均も今日はわずかにね、16円安ということで調整はしたものの、まだ上昇基調が続いております。 一体どこまで行ってしまうんでしょうか。え今日は20 2023年、ちょっとね、まだ今ちょっと、まだちょっと今目が覚めてません。<laughs> 6月15日木曜日え、時刻は18時34分を回りました。ラジオマジの夜トレイヒ <laughs> 夜トレでございます。夜トレでは当日の終値に基づく日経平均の 売買シグナル。そして、日本株個別銘柄の買いシグナル、売りシグナル、店頭銘柄をお伝えしてまいります。えそして、皆様からのお便りをご紹介し、ご質問やご相談にもお答えしてまいります。え動画の情報は参考にとどめていただき、最終的な投資判断、自己責任で行ってください。皆様からのメールは直メール、あるいは投稿フォームからお寄せいただきたいと思います。え皆様からのメールお待ちしております。いつもメールありがとうございます。さて、今日のテーマなんですが、 LINE で暗躍、ラジオエジの偽物に注意。LINE で暗躍、ラジオエジの偽物に注意。まあ、こんなタイトルの動画あまりやりたくないんだけれども、えー、今日、あのー、視聴者さんからね、えー、いつも LINE でお世話になっておりますというメールが来まして、でえー、それは LINE、えー、の推奨銘柄がどうたらとかいう話でして、 僕はラインで推奨銘柄を出したことはないので、えその視聴者さんにいろいろ詳しくお話を伺ったんですが、LINE のオープンチャットっていうのがありますね。僕のところにも時々オープンチャットいきなりこうなんか、えー、グループに入れられちゃって、オープンチャットの、まあなんか、お知らせみたいなの来たりするんですけど、で、それにも関、それは関係ないのか関係あるのかよくわからない。すぐ、そういうのがあったらすぐ僕、あの、 ブロックしたりとか、大会したりするんですけど、たまにそういうのあるんだけど、そういうのの一つだと思いますけど、LINE のオープンチャットっていうのを使って、で、僕のツイッターの写真をね、えー、使って、えー、僕になりすましをして、で、うちの相場天気法で取り上げた銘柄の一部を、えー、その人の推奨銘柄として、えー、そのオープンチャットのメンバーに進めている人がいるということで、で、その僕のところに連絡して、えー、くれた人は、 もう全くそのラインのオープンチャットのやってる人は僕だと思い込んでいたっていうことで、えー、そんなんやってないですよって言ったらびっくりされてましたけどね。そんな、あの、現象、現象っていうかね、事象がありますので、えー、注意関係をしておきたいと思います。そのラインのオープンチャットの名前なんですが、投資ほにゃララのほにゃララ共有。投資ほにゃララのほにゃララ共有というね、共有は共に有するということで、 えー、シェアする意味の共有ですね。投資なんたらのなんたら共有っていうね、えー、オープンチャットなんですけど、えー、そこで僕のなりすましを、僕になりすましている人が、えー、そういう,うーオープンチャットをやっているということなんですね。目的はちょっとよくわかりませんけどね。で僕もあ LINE でえー、っと希望される方には、えー、チャートリ企のサポートを行ってますけど、 これはまあ個別の僕の個人の LINE でチャ,チャートリ企のサポートをやってるんで、僕は公式 LINE アカウントって持ってないし、えー、それから YouTube 以外でも活動する暇が全くない、えー、ないんですよね。ねえー、そういうのはやっておりませんのでね。でまあ、今のところそこのそのなりすまししてる人は、えー、お金を集めるとかいう違法行為はやってないみたいですし、 何か,おかん何かこうね、推奨してお金を取るとかもやってないようです。今のところはね。ただまあ、この後何、どんな展開になるかわからないし、えー、僕としてはちょっと困るので、えー、注意喚起をしておきたいと思います。えー、LINE のオープンチャットでラジオエジーを語,語って、推奨銘柄を出している人と僕は無関係です。あのー、やっぱり写真ってね、使えちゃうんだよね。えー、Twitter の写真が使われてるんですけど、その使われ使えちゃうんでね、 だからまあね自分がラジオ味だよって言えば、それである程度通っちゃったりするから気をつけてくださいね。まあ、そんなことがあるということで、え、あれそうなのって言うるかもしれないけど、<laughs> もし知ってたらまた教えてください。そういうようなことがあったらね、教えてほしいんですけどね。まあ、あの、なりすまし行為っていうのは、あの、あなんですよね、えー、名誉起承にあたる場合があるんですよね。 なんで、まあ、そういうことはしないようにしてほしいなと思います。えー、6月15日、今日日経平均終わりには、三万3485円ということで、17円安でした、えー。今回の上昇において、えー、売りシくなる店と8営業日の連続、えー、今日も25円目からの価格乖りと200円目からの価格乖りの二エリアにも売りしくなる店頭ということでね。 で今回は、えー、22営業日連続で3万円突破。で今日、えー、最高値3万3767円ということで、また最高値を更新して上がっております。ねそんな状態ですよね。であとは、えー、買いシグナル、売りシグナルは3万900円買いシグナルで300円上がって、えー、売りシグナル3万3500円ということで、これも200円上がっているということでね、そんな状況です。 で、あと、まあ、ま、あ買いシグナルは今日なくて、で、えー、個別銘柄の売りシグナルの方をちょっとやっちゃいますけど、売りシグナルの方は、えー、ソシオネクスト6526、3132マクニカ、7033マネジメントソリューションズ、えー、CEC は9692、406の大阪ソーダ、で、今日38銘柄に売りシグナルです。昨日41銘柄、今日38銘柄。で、非常に異常値なんですけどね、異常値が常態化しつつある。 帰りの高い順に並べた上位5は、5銘柄は上の通りということで、この1、2、3、4、5銘柄がね、売りシグナル。で、今日売りシグナル点灯銘柄38もあるので、めちゃくちゃ多いわけねで、こんななかなかね、ないんだけど、まあ、ちょっとやっぱり異常な相場になってるのかな、というふうに思いますけどね。まあ、異常って言ってもね、今日ちょっと、今まで見てない局面とか見ますけど、それも考えればね、まあ、ありえないことはないっていうかね、 でまあ、なかなかね、こう30%っていうこの上昇はね、えー、大きいんだけど、えー、そこまで来て、まださらに上に行こうとしているということなんですよね。で、これに匹敵する上昇は、まあ、いつも見るここね、コロナの後のってよく言うけど、で、これね、えっと、この30%上昇って、コロナの後のってよく言うんだけど、えっと、コロナの後上昇があって、落ち着いた後の二次的なこれ、上昇なんですよね。 で、それでここまで上がったんだけど、一時上昇がまだありまして、ここはあまり見ないんですけど、何見ないんで見ないかっていうと、ここの上昇と下落はさすがにこれは異常だろうと思ってるから、ここはあまり見ないんですけどね。これは本当にコロナの時の、まあもも、もろにコロナの時の動きのチャートね。それを見ると何があるかっていうと、こんな感じでまあ、いろいろね、ごちゃごちゃ書いてありますけど、このう,う,うにね。 で、えー、ここのところはコロナの直後、直後、えー、コロナの、まあ、影響で落ちた時に、ここね、2020年の1月から2020年3月ですけど、ここは31%急落したんですよね。7500円。で、その後の戻りがすごくて、この後戻りは53日間で6800円で41%上がってるんですよ。で、ここはあんまり僕は取り上げない。今まで取り上げてないんですよね。 これはさすがにやっぱりちょっと異常な戻り、異常な下落などの反動だから、これはちょっとあんまり一般的には考えられない。だ今回こういう下落あったわけじゃないからっていうことで、これは除外してるんですけど、実はここが40、えー、数パーセントあったわけですよね。40数パーセントの下落、えー、上昇がねあったわけ。で、この時も41、41パーセントですけどね。で、この時も、えー、ここは買いシグだから連続で出て上がらず。 で、買いシグナルと売りシグナルが混在してたりなんかして。もうめちゃくちゃですね。で、えー、ここ、今度ここで売りシグナルに始めるんだけど、売りシグナルをポツポツ出ながら上がって上がって上がって、最後、こう、1、2、3、4、5、6、7、8、10営業日ぐらいしか、売りシグナルが出っ搬しに出て、で、そんなに調整しないっていうのがあって、その後から、もう一回上がり始めたんだよね。だからまあ、ここも加えれば <laughs>、もしここも加えて、 こういう上昇がコロナの後にあったって言えば、ここは87%の上昇だからね。こういう風に見ればね。だからそんな風に見れば、まあ今の上昇もさ、まだ序の口でもっといくかもしれないって思うわけだけど、さすがにこういう見方はね、あんまり妥当性はないと思っていて、ここもね、ちょっと特殊だと思っていて、なんだけど、ここの時についたこの売りシグナルの付き方、売りシグナルの付き方なんかが、 売り出て、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 また売り出て、売り出てって、また売り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 って言って、41%上がったわけだから、6800円。しかも短期間53日間ね。まあ、ここまでの特殊な動きじゃないけど、それに近いというか、まあ、そんな感じの上昇とも言えるっていうかね、まあ、それよりは緩いんだけど、まあ、そこまでもしかしたら40%とかね、 ないことはないとは思うんだけど、まあ、ちょっと特殊だと思うんだよね。で、こういうところって短期間のうちに7500円落ちる。で、今度短期間のうちに6800円上がるということで、こういう下落とこういう上昇のところっていうのは、まあ、オプションオプショントレーダーも含め、えー、まあ、先物とかやってる人は、もう本当にこれ、破産の値、えー、動きになるわけですよ。もうこういうことがあると破産。えー、まあ、株のトレーダーもそうだし、 日経225先物やってるトレーダーもそうだし、オプションやってるトレーダーもそうですけど、やり方によりますよ、もちろん。だけど、まあ、多くのこう、えぇ、ー、屍がこう、類々とするみたいな、そんな相場展開になっていくわけなんでね、こういうとこはね。で、もう一回あったのが、これが33%。いつもだから上げてるのはここのとこだからね、まあ一般的な動きの中での最近の一番目立ったのがここですよって話です。 でもう一個遡ったらもっとすげえとこあるのはまあそうなんだけどね。ここはまあさすがにちょっと違うだろうっていうことでね。で、今回これに匹敵すれ上昇なんですが、この時もね、こんな感じで、ウリ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 ってシグナル出て、またウリウリウリってシグナル出て、で、また出てってことでね。この辺にウリウリって売りシグナルが出た後で、また上がってまた売りシグナル出てってことで相当まだね、上がったわけですからね。 だから本当に相場が上がり始めて、とんでもない上昇相場が始まった時って止まらなくなるんだよねで。今回もこんな感じで今30。まあ、これもね、なかなかのまあ、圧巻の上昇相場なんですけどね。だまあ、そんなにめちゃくちゃすごい出来事あったわけではないのに、ここまで来れば、まあこんなもんだろうと思うんだけど、35%ありえると。で、40%だってありえるんだけど、まあそれはないと思うんだよね。多分。だけどまだわ、えー、からないっていうことでね。 今日も昼の動画でもね、まだ35%あ,ーあり得ると、えー。そうなれば3万5000円だという話はしたんですけどね。で、まあ今日一旦今、えー、日経平均ちょっと先物見ますけどね。ちょっと今、調整が入っているんだよね。3万3250円まで。で、ちょっと今、売りの人はほっとしていると思うんですよね。で、この間から、えー、だから、えー、と今日ちょうどね、タイミング的には、 こういうところですね、帰りを出してほしいんですけど、帰りを出したときに、帰りやっぱり、ここね、一回9.72まで行ったと。右に出てますけど、帰り9.72。で、その後に、すぐには来なかったけど、1000円の下落ありましたと。で、もう一回今回、帰りが10まで行きましたと。で、すぐには来ない。今日もまだ来てないけど、この後に一回、1000円ぐらいの下落っていうのはあってもおかしくないですね。だからそういう下落はもしかしたら、 今、まあ、始まるかもしれないっていう、そんなタイミングには来ているということですね。で今、先物がね、だから、えー、いくらですか ?9 う、3万3250円っていうとこまで来ましたということですね。で今、僕の仮想売買ですけど、えー、今、3万3250だから、ビッビこんな感じになっていて、今、2万5000円のプラスですかね。えーがでえー、こう一番下のよポジション 4, 4にね、出てますけど。 で、今僕の発注は32,500円まで来たら、えー、この4ロ、4ポジ目を全部決済。で、10万プラスが出る。で、そこまで来た時には、こっちのマイナスがね、えー、こっちの、その10万で、こっちゴロッと切れるから、下がったところで、こっちを全部切って、32,500まで来たところでね、全部切って、こっちをゴロッと切ることによって、25ロットの えー、ポジションがで、きるんだよねでそれを今度はまた上がったところで、高いところで売って、で、えー、これまた渾身の売りをやらないといけないんだよね。で、売、えー、って、そいつがまた下がったら、それを理確して、ポジション4を理確して、ポジション1を消す。で、今度はまた上がったところで売って、その売りを消したら、今度ポジション2を消して、ポジション3を消してとかね、やっていく。で、まあ、ポジションが良くなったら、しばらく持ってて、 で最後は、利確して終われるかもしれないけど、今は、下がったところで利、利益が出たもので、ちょっとでもポジションを減らしていくっていうね。今でも、まあ、できるわけだよ。2万五千円、だから、まあ、1ロットぐらいは削れるんだけど、1ドットぐらいは削れるんだけど、今回、はもしかしたら、このままね、下落が来るかもしれないから、それ考えればね、えー、まあ、この3万2500円まで待って、そこで1回削るっていうことをやろうとしてるんですけどね。 これがうまくいくかどうかわからないけど、32,500って言ったら、ここ、うん、32,500とこの辺だから、まあありえないことはないんですよね。でも、も、もうちょっと下がるかもしれないんだけど、まあこういう強い相場ってまだ侮れないんで、で、今こういう32,500円でポジションを削るっていうね、えー、そういう、えー、操作の、えー、発注をかけております。それでそのままね、えー、ツイッターで何も言ってない でねえっ、ー、とそのままかなと思っている人もいると思いますけどそのままです、えー、そして、えー、こっちへ来て今日の、えー、日経平均ですけどこんな感じねであの予想レンジなんですけど明日の予想レンジはね下は3万3200上は3万3800ですでねまあこういうふうに下がっていた時に3万3200がねあのー、これ あれなんで 5MA なんですよね。だからとりあえずこれをサポートにまた上がって可能性があるんでね。本当は32,500万円はここだから、ここまでって、だから現物のチャートで見るとね、なかなかここまで下げてくれれば最大の下げかなって感じなんだよね。だから33,500円から僕は1,000円下がったところで一回、えー、ポジションを減らせれば減らしたいっていう発注をかけてはいる。ですけど、それがまあうまく約上するかどうかは分かりません。 いうねそんな状況。明日は千3万3200から3万3800。なかなかね、今日高値がまた3万3767円っていうね、高値がついたんですけど、これはなかなか明日すぐに超えていくのはね、ちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。こんな予想レンジね。えー、そして、えー、ちょっとまたパネルでね、見ておきますけど、これが今日の終わりに17円ですね。3つ連続、3つシグナルが点灯している。 えー、200円目からの離れは5,400円。おい。<laughs> とんでもない離れ。価格換えに2,000円でこれもとんでもない離れだよね。割高もいいところっていうね。で、割値で連続で、2回連続でね、売りシグナルが出てるのもまあ得意的な、まあ、強さということになりますね。で、えー、明日の売りシグナルラインは、さっきも見ましたが、3万、えー、いくらっけ。 明日の売りシグナルラインはあ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。えー、3万3500円だね。が売りシグナルライン。今の値段と変わらない。<laughs> 変わらない。そして買いシグナルは3万900。もうどんどんね、上がっちゃうからさ、わかんない三3万9百、ね。これが買いシグナルライン。毎日こう300円、200円上がってから、普通はさ、大体覚えれるっていうか、このぐらいだったなって印象あるんだけど、 あれってなっちゃうんだよね。買いシグナルが3万900だよ。ここね。売りシグナルが3万3500円。ここね。だから、さっきあのコロナの直後の相場見たけど、こういうふうにガーッとこう急落してくるとね、すぐ買いシグナルが出るんだよね。もし急落してくるよね。また今度急騰していくと、今度はすぐにまた売りシグナルが出るみたいなことになって、こうやって買いシグナルと売りシグナルがさ、コロナの直後ね。まああれは特殊ですけど、混在してましたよね。 それはこういう動きやったわけよ。急落、急騰ね。そう,そうこうやって、売りシグナルが出た後に、買いシグナルが一回出て、また売りシグナルが出るみたいなね。ここまでの、えー、急騰、急落がないと思ってるから、今までそこは参照していませんでしたが、それもまあね、あり得るので、で、その時には40%の上昇もありましたからということでね。その意味で、なかなか難しい局面に、えー、まだね、いるということになります。 えー、明日は、ここは抜いていかないと思うんだけどね。こういう下落はね、いつも言うけど、まあ、全然あって叱るべきで。3万2000円ぐらいまでの下落はあって叱るべき。ここの辺まで来た時には、えー、もう一回、こう、バンバーンとこう上がっていく可能性がまたあるからね。まあ、売ってる人はだから、本当に難しいんですけど、まあ、できないですよ。そんな適切なトレードなんてね。まあ、僕の今の、えー、縄抜けの術みたいな <laughs>。 もう、えー、売りで、がんじがらめに捕まったときに、そっから何とかして、這い出していくっていうね。それは今みたいにやっていくんだけど、それは何回か成功してるん何回ま、何回もっていうか、何回かは成功してるんですよ。それが今回成功するかどうかね、まだ、まだわからないんだけどね。出れるかどうかね、抜けれるかどうか。そんな感じです。だから、売りで捕まってる人からね、今相談も受けるんだけど、そんな感じでね、僕のやってる縄抜けの術っていうか、 そういう高いところで打って落ちてきたらそいつをリグって一番まずいやつ一番まずいやつを切るんですよ一番まずいやつを切ってでまた高いところで打って下がったらこれを理学して一番まずいやつを切るっていうね、えー、それで順番にポジションを軽くしていくで最後は、えー、プラマイゼロで抜けていくっていうねあるいはプラスで抜けていくっていうことができるかもしれないっていうね そういう、やり方としてはそれぐらいしかないんだ。だから、本当はこんなパあのパターンに陥りたくないわけよね。本当はもっと早くにタッと下げてくれれば、あわりかく終わり。で、そういうポジション、あの、8もかけたわけだよね。これ、えっと、3万1000円で、これで、えー、これでね、えー、手じまいができれば10万円ぐらいもかって終わりだから、これで終わりなかったんだよね。で、これが終わら終われないんだよね。これがこう来なかったから、ね。で、まあ、取り消してっていうことで、またさらに打って、で、またそれで、 え、売りを手締まっていくやり方をこれやったけど、まあ、FOMC で大きく動くんじゃないかっていうことで差し替えて、FOMC で大きく動かなかったけど、まあ結構高いから1000円ぐらいの下落はあるんじゃねえとかっていうことで、これを今維持しているっていうことですね。そんな感じでやっております。そんな状況ですね。で、買いシグナル、売りシグナル、店頭銘柄なんですけど、 ののチャーートトになっているのがインルプ、えー、どうしようかな、これは。えー、3指標で見ようか。えー、でも、まあ、チャートだけ見てもいいね。イントループがすごい安い。から、この国際の ETF はご覧の通りただ下げてるだけだから、これはあんまり触らないでね。えー、そして、6727のワコム。えー、これもね、えー、安い。ということで、京王電鉄も安いっていうことでね。この辺は安い。 いうところに来てますワコムはまあこんな感じの月足であんまりこう伸びれてない。で、京王電鉄もね、あんまり伸びれてないけど、ワーコム、京王電鉄ともにかなり下のところに来てるんでね、えー、どうでしょうねっていうことですけど。ワーコムって僕、ビジネスあんまり細かいところまでわからないけど、まあ、液タブが有名で液晶タブレットが有名で、僕もワーコムの液タブは持ってるんですけどね。で、最近僕 4K の液タブ液タブ買ったんだけど、それは中華製でして、 で、ワコムも検討したんだけど、2倍ぐらいするんだよね。で、まあ、いろいろレビュー見ても、あんまりワコムと変わりがない中間の4型液タブが10万円ちょいで売ってたから、まあ、それ買った。で、それは結構快適に使えます。今、最近使ってないよね、また使い始めると思ってますけど、快適に使えるんで、ワコムは買わなかったんだよね。そういうような、その、なんていうかな、中華税の、そういう安売り構成っていうかね、同じようなものを、 出してくるっていうのもあるからそういうのがね響いてるのかもしれないしまあなかなかね新たな新機軸を、えー、展開していかないとこの会社はちょっとけ結構厳しいのかなと思うところはあるんですけどねだから今デジカメの会社とかさやっぱり古い技術の会社でそれだけであのしかないような会社とかね、まあ、やばいよね、えー、だからそこから新たなねものをこう打ち出してこれればいいんだけどね 古いものしかやってないような会社はやばいんですけどね。ワコムはちょっと細かいとこ僕わからないんですけど、調べてみないとね。そんな印象がありますけど、どうでしょうかね。また知ってる人教えてください。京王電鉄も安い。で、テクニカル的にはこの両方安い。で、かなりには安値圏だけど、チャートは弱い。で、買いシグナルは点灯してないです。両方ともね。買いのチャートにはなってるけど、シグナルが点灯するレベルまでは下げてないですよね。 シグナルは点灯なしですで売りのチャートがめっちゃ多くて、ソシオネクストから始まって、えー、FFRI とか、えー、サーバーワークスとか、オハラとか、マネジメントとか、ベステラとか、マクニカとか、まあ、あの、トヨタ関連だったり、AI 関連だったりみたいな感じかな、c c イメージワン、その他業績がいいやつ、それから自社株買い始まったみたいなやつ。 三王とかね。三王は今日確か、売、え、り、ー、シグナルの6位でしたけど、自動車部材ですね。取り貴族、トヨタ。トヨタ自動車が売り、えー、シグナルが出てるんですよね。トヨタ自動車に。で、こんな感じで、あーちょっと僕は、僕をどかして、ちょっと銘柄名が分かりやすくしますけど、こんなあたりね。こんなあたりがまあ強い。っていうか、売りのチャートです。ただ、 こう言ってるみたいに、売りのチャートって見たらわかるけど、売りのチャートがこうやって連続して出てくるから、売りのチャート、売りのシグナルが出たら、今むしろ買いであるみたいな感じですよね。だからそのさっきのなりすましの人も、なりすましの人も、僕のこういう、えー、売りチャートを買いで推奨してるみたいね。そうすると、それ短期でやれって感じで。それは確かにね、上がるんだよ。えー、それ上がるんだけど、まあそれは非常に危険なトレー,ナーなんでね、僕は推奨してませんけどね。 やるんだったらやっていいけど怖いよって話ね。こういうのを買うっていうね、トレードも今成り立つんだよね。三井金属、GSU はさ、これはだけど僕は売りのチャートだよって言ってるんで、えー、持ってれば売り。で、えー、空売りから入ることも検討できるけど、今のそば空売り怖いよねって話でやってて。で、これを買えとは言ってない。言ってないけど、買えば儲かる場合が多いんだよ、ね、結構。 こういう売りシグナルが出てる銘柄が続々、続投するからね。今の相場だと。松田豊田防食、IHI ロームなど、えー、このあたりね、大和証券なんかもね、こんな銘柄っちゃあれだけど地味だよね。大和証券とこれがまあ連続で売りシグナルでながらまだまだ上がるっていうね。こんなのディフェンシブだで、こんなチャートだからね、月足こんなんだからね。それで、こん月足大和証券グループね。 んで、週足がこんなんで、まあ最近はいいんだけど、で、日足でこんなんで上がってて、まあ、これもね、その、この後、やっぱり上昇が終われば、相当なことになると思うんだよね。<laughs> 相当な下落になると思うんだけど、そんな、リクルート、伊藤忠、日本刀劇場、えー、本田技研とかね、この辺は全部売りのチャーターなんだよね。売り、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 徳山。まあ、だから、もう、どんだけでも出てくるんですよ。 帰りで見ても RSI で見ても高い銘柄ねで。これが売り、売りのチャートね。シグナルが出てない銘柄もあるけど、売りが検討できるチャートと同時に、まだ上がるかもしれないチャート。そして売りシグナル店頭が、えー、今日は30、何名柄 ?8 名柄だっけ売りシグナルね。38銘柄、えー、あ,ありまして、それがこれらですね。ソシオネクストマネジメント。 でこれは紙機の経常利益が3.7倍増ということで、最近は業績が維い増となったらバーン買われる。マクニカ、えー、CC、大阪相談、三ン工業、トヨタ自動車、三井物産。で、トヨタとか三井物産とか三菱商事とか丸紅とかね、エバラとかニコンとか、この、なんちゅうかこう、えー、もう東証一部の名だたる企業だよね。マツダとかさ。 えこういうもう花形銘柄、売買代金もめちゃんこう多い銘柄のえ何銘柄かに売りシグナルがバッチリ点灯しているっていうね。<laughs> そこまですごい強いっていう、そんな相場です。で、東証一部のえ主要銘柄で今日こう売りシグナルが点灯しているような銘柄は、さらに1日2日はまだ上昇する可能性があるということでね。売りはまあもちろんできないし、買いで入ったっていけるかもしれないと思うんだけど、そういう買いはね、非常に怖いから、 やめてほしいと思いますけどね。そういう会はやらないようにしましょう。だから、そういう会を進めている、なんかラジオオ実ジっ人がいたら、そいつは偽物だから、<laughs> 僕じゃないから、<laughs> 僕じゃないから気をつけてねー、っていうことですね、えー。そういう推奨はしません。だけど、ソシオネクストでもそうだけど、売りシグナルが出たら買えばいっていうチャートだよね。これはさ、あだけど、どこまで続くかわからないんですよ。 だまあ、こういう訴訟みたいなチャートは、よく言うのは、落ちてきて5円目に来たと。で、買いました。下戻りましたっていうのはやってもいいかもしれないけど、これ取ってね、5円 m まで来ました。買いました。そしたら、こう、調整やっぱ入ってきちゃいましたっていうのもあり得るわけだから、非常にこう、この辺で買うっていうのは危なかしいわけです。実際ね。そんな感じで買いシグナルで出てます。トリプルの回トリプル解析の買いシグナルなしね。 トリプル解析の売りシグナルはネクステージトランスコスモス。k 1ネオケムね。これがトリプル解析の売りシグナルです。このトリプル解析の売りシグナルっていうのは、チャートが弱い割に上がってきてるから、つえつえっていうか、あ、売りができるんじゃないのっていうね。これはチャートが弱いけど上がってきてるトリプル解析の売りシグナルね。だからこれは空売りが、まあ、検討できるかもしれないねっていう銘柄になります。トリプル解析の売りシグナルね。 そんな感じですね、はい、あと何見ますか、えー、あとはさ、えー、何見ようか。えー、配当高配当の、えー、安いところ。今日は高配当でテクニカルが下げているのが、みずほとか、ど、えー、この辺りね。あれなんでこれ、売りのチャートって言ってなかったその通りで。えー、これだけど 比較的 <laughs>、後輩と銘柄全部上がってるから今ね。もう後輩と銘柄上がってる中で、比較的安いっていうね。テクニカル的に。それが今、こミズの音がとかこの辺っていう。でも、それでも売りシグナルに近いっていうね。で、えー、今回け、顔、えー、なんかもね、結局上がりまして、ちょっと心配しましたけど、結局顔も上がってきましたよね。まあ良かったかなと思いますけどね。えー、そして、えー、あとは気温3、えー、2とかね。 九四三二はどこだ9 4 3二はまだあんまり、えー、こうじゃないか。9四三二は。9 4 3二はあんまり元気ないですけどね。えー、まだね。でまあ、9四三二も、えー、頑張ってるし。で、4452の方が結局は上がってきましたよね。<laughs> こっちの方が弱いのかなと思ったらね、こっちの方が上がってきましたよね。こういう,う KDDI ム強いしね、こういうような銘柄も、まあ、なかなか面白いのかもしれない。 そして、上向き買いチャンス銘柄、フーダン、ライフ、創生3、サ点テそして、日本空港、千葉銀行、スカイラークなどがね、まだ上向き買いチャンス。源泉上昇トレンド、マース、創生、ヘリオスなどが、こんな感じで入ってます。タマホームどうなったんですかねタマ、タマホーム、タマホームはまだ上がり始めてないですね。 でもまあこれも結構上向きで買いチャンスっちゃ買いチャンス銘柄だと思ってはいますけどねまあこんな感じで僕はまあどっちかって言ったら地味な方のね銘柄推奨してるからね派手な方の推奨はあまりしないですよねえー、だけどこれもこれこれはまあ弱い地味な買い銘柄ですけど今で言ったら例えば RSI が天井になっている RSI が天井になっている組織を東京通信 AI i n s i g h グローバルセキュリティとかね。このあたりの銘柄。このあたりの銘柄。RSI が天井になっている。こういう銘柄。こういう銘柄は、まだ日産値上がるかな <laughs>、日産値上がる可能性が高いから、こういうのをね、まあ買って入ってもいいかもしれないんですけどね <laughs>。まあ、それは僕は、えー、上級者だったらやっていいよ。上級者だったらやるだろうし。やっていいけど、ちょっと怖いよね。はい。 ということで、今日僕にその、なりすましの人を教えてくれた方は、こういう銘柄を大量に買って、めっちゃ儲かってるって言ってました <laughs>。ちょっと怖い怖い怖い。怖いんだけどね。こういう銘柄を大量,大量に買って、めっちゃ儲かってるって言ってましたけどね。まあ、そりゃそうなるかもしれないけど、非常に恐ろしいんで、本当に注意してくださいね。でそういう推奨は僕はしませんから。えー 僕は LINE では活動は、えー、そういったオープンチャットとかで活動はしておりません。まあ、あの、僕だけじゃなくて、やっぱり、なんだろうな、ある程度 YouTube で、えー、やってる人とかは、そういうなりすましいとかもね、あると思うんで、気をつけてくださいね。ちょっと疑わしいなと思ったら、これラジオネイジやってんのって聞いて、そしたらやってないよって教えるからね。えー、そういうのはまあ、まあ、ないと思うんだよねもう。僕よりもっと有名な人をね、 使うと思うんだよね。まあ僕のレベルだと中途半端だから。だけど、中途半端だからこそ、えー、使い勝手がいいのかもしれないけどね。<laughs> なりすます場いね。リりマまし、えー。っていうのがあったわけなんですけど、そんな感じでした。えー、今、今日はね、こんな感じで、えー、売り買いね、見ておきました。えー、まだね、日経平均もうちょい上あるのかなーっていうね、感じですけど。 調整が一回千円ぐらい入ってきてもおかしくないんだがね。どうですか。まあ今日もね、最近よく言ってますけど、売りで捕まってる人はね、大変だと思うんだけどね。さっき言ったみたいなやり方で、できるだけ高いところで売って、で、それの利益でダメなポジションを総裁していくっていうやり方ぐらいしかない。で、それやるためにはまた資金が必要だったりするけどね。それやるやれば、少し削れるかもしれないけど、それをやり、 それがうまくいかなかったときには、さらなるでっかいマイナスになるから、非常にこう、恐ろしいやり方なんですよ。でそういうことしかできないんですよね。で、相場はもう本当に不確実で、えー、そういうやり方しかできないから、本当気をつけてほしいと思います。まあ、本当にね、えー、人生がおかしくなっちゃうようなマイナスにならないようにね、してほしい。さて、今日は、えー、吉丸じいさんからメールいただきました。 オプション報告ということで、吉丸じいさんといえば、オプションの達人ということはね、ねまあ、オプション僕は一回検討したときに、していたときに、えー、今もオプションは魅力を感じてはいるんですけど、まあ僕的にはいろいろな思いがあって、えー、オプション取引に関して、えー、積極的にやっていこう的はどうしても起きないって話はしたんですよね。で、今、そのオプションの勉強とかもね、休んでて、それよりは、 僕としては今やりたいのは、えー、そのトレードというかね、こういう投資の不確実性というものを訴えていきたいという気持ちが強いんだよね。で吉村爺さんからオプション報告。えー、ラジエさんもこんにちは、お久しぶりです、えー。もう止まらずの勢いの日経平均ですね。さあ、私のオプション投資の状況です。さて、私は基本逆張り派です。つまり、日経が上がれば売るっていうね、僕もそうですけど。 で想定以上に上がらなければ勝てるコール売りのメインの組み合わせをメイン、えー、これを戦っていましたが、昨今の相場では勝てません。以前ご紹介した6月切りの3万1000コール買い、えー、3万1500円コール売り、これも想定以上の上げで、えー、途中撤退させられましたということですね。これは前言ってましたよね。僕は上がってきた時に、えー、やばくないですかって言ったら吉丸爺さんからメール来て、で、こんなんはもうミスロありがたいウェルカムだと、えー、上がり始めの頃ね。 で、こんなウェルカムで、もう、これ3万1500円超えればやばいけど、それはないっしょ、みたいなメールがありましたよね。そうなったら逃げるだけですっていうメールがありましたけど、これがうまく多分、急騰でうまく逃げれなかったのかもしれませんね。思ったようにコントロールできなかった。じゃないですかね。で私の投資歴25年ほどになりますが、今までの経験感覚上止血流しない。いや、逆にそれが邪魔していると思うこともあるということで、最近はこの次元の相場に素直についていこう。 ということで、順張りで想定以上に上がらなければ勝てるという、フットウリメインの組み合わせや、単発コールの会えー、これが一番儲かる。単発のコールね。日経平均がいくらを突破したら、えー、儲かるってやつ <laughs> それの方が儲かるんで、それでぼちぼちやってますっていうね。組み合わせ、だから、吉丸じいさんは、組み合わせてだけど、いろいろね、こっち売りとか買いとかやってましたよね。それを組み合わせてやって安全にやってたけど、それはうまくいかなくて。 そうじゃなくて、むしろ今は単発のコールの海外ってう <laughs> そういう状況になってるっていうね。だから今、逆張りで行ったってうまくいかないから、で組み合わせもうまくいかないから、順張りでやってるよっていう話を、えー、いただきましたよね。異次元の難しい相場、えー、乗り切っていきたい。ラジオさんも動画に、小説に、音楽に頑張ってくださいということでね、吉村じいさんからいただきましたけね、えー。僕も今、動画、そして小説今書き始めてて、小説、 えー、読んだり書いたりしてるんですけど、あと音楽ね、まあ、作ってるし、あと運動も最近やり始めてるから、運動がまた時間かかるんだよね <laughs>。もう忙しい、もう、とってもじゃないけど、あの、LINE のオープンチャットとかやってる暇はないんですよね。吉丸じいさんからだきました。ということで、結局吉丸じいさんのいつもやってたその組み合わせのね、えー、まあ、なんたらスプレッドとか、スプレッドとか、なんたら、 なんたらかんたらってやつあった。<laughs> そういう組み合わせの技もなかなかね、厳しいということなんですけど、まあそういうのやり方によるんでしょうし、そのオプションのトレーダーさんのね、まあ、えー、いろんなポジションの取り方にもいるんでしょうけど、さすがにこんだけ動くとね、なかなか厳しいよって話でメールいただきました。ありがとうございました。オプション界隈もなかなか大変だということで、えー、逆張りの吉丸じいさんも今は 順張りでいってるよっていう話で、そうなんだっていうふうに思うわけですけどね。まあね、だから今のこの急騰急落はやっぱりそのコロナの直後の今日初めて見ましたよね。あの本当に直後の急落急騰ね。あれに匹敵するような洗い値動きだっていうふうに思いますけどね。えー、それからウりデクセンヘッポコ投資4年生さんから、これ昨日と届いた目です。 ラジオ屋様、いつも貴重な投資戦略を教えていただきありがとうございます。日経平均の上値打ち、せいぜい3万700円程度が限界と甘く見ておりました。盛大に焼き尽くされていますということですね。4月から1459ダブルベア、これをコツコツ1で買い増しして挑んでおりましたが、現物平均単価1459が1800株、信用で平均立て単価が968円で3400株ということで、もうどうしようもない状態になりましたということですね。 これはだいたい500万ぐらいですかね。だって総額でねで。今思えば当初の想定していた日経平均3万700円を超えた時点で損切りすべきでしたが、もう挑み続けるしかないと、えー。もうお投資資金突きかけていますが、えー、チャートから組み取れるチャンスのタイミングがあればご教授いただければ幸いです。CFD 生還願っています。く投資の年生損。ですけどね、今日これ結構今までのところですごい説明しましたけど、まあ僕も3万、えー、ああ、 マイナスがね30万超えたら、えー、手締まうことも検討しながらやっていきますって言いましたけどそれをやらなかったわけですけどねそれやらないってことはどういうことかっていうとまた破滅するか、えー、それとも、えー、もしかしたら生還できるかの一か八かに、えー、をやっていこうとしているわけです <laughs> これで、ねえー、去年、ま、ミスってでコントロールしきれずに大損したわけだからやっちゃいけないんだけど。 やっちゃいけないんだけど、それはまあやろうとしてるっていうね、そんな状況で、これしかないですよ。だから、えー、まあ信用取引でやるしかないですけど、あの、1357とか1459でしたっけ、えー、やる場合はね、信用取引でやるしかないんですけど、えー、その場合は、えー、やっぱり一番安く買った縦玉が利が乗ったら手締まって、ダメなやつを切る。 一番安く手順買っったやつをグてだけどこれは、えー、株の場合は全部一触段になっちゃってるからだからなかなか難しいですよねそのポジションの、あのー、操作がね、えー、信用取引でやってる場合はそれぞれのポジションが見える状態だからいいんだけど全部が一色段になっているような状態だとそれぞれをコントロールするのは難しいからね、まあ、そんな意味でなかなか難しいと思いますけど、えー、果敢に 下がったところでまた買って、でそれが上がったところでてしまって、てしまった利益でダメなポジションを切る。それを繰り返しかないっていうね。そうやって、まあ他の銘柄でやってもいいでしょう。他の儲かった銘柄で、他の上がってる銘柄を買って、で利が出たらそれを手閉まって、プラスでダメな銘柄を切る。これはだから同じ1459でやる必要はないですね。だからもし、えー、果敢にやるんだったら、もう一つの戦略としては、 えー、もう一つの戦略としては、こういう RSI 天井銘柄みたいなやつを買う。そうすると、資金があればですけど、これ上がるわけよ、またね。ここで利が,利が出るでしょう。この出た利益で、えー、その、えー、信用取引のダメなポジションを切る。で、またこういう銘柄を買って、うわっと上がったところで、その上がった利益でダメなポジションを切るということもできます。で同じように、日459でやることもできるし、 えー、CFD で売って利益が出たら、それで切ることもできるし、何かで利益を出して、その利益でダメなものを切るっていうことはやればできる。だけど、それはそれですごいリスクを伴うわけですよね。だから、そういう意味で非常に恐ろしいし、そういうやり方に慣れてなかったら、またもう輪をかけてマイナスになって、で、それでさらにトレンドが出てやられた日には、もう終わる。<laughs> 終わる。だからそういうことなんだよね。 どうしてもね、だから、その、その、さっきの小説の話だけど、小説僕が書きたいの、ね、どういう小説書きたいかっていうと、前書こうと思ったのは、オプションの小説を書こうと思ったんだよ。オプション、その、現物とかね、先まで損をした主人公がオプションで、えー、その損を取り返していくみたいな小説書いたら面白いのかなと思ったんだけど、僕の中のイメージとして、どうしてもね、そのオプションで、 その、例えば、そのコロナの兆候みたいな30%下落と40%上昇みたいな急騰急落を自分は、自分はね、いくらオプション使っても乗り越えられないんじゃないかと思ったんだよね。自分はね、それはできる人はできると思うよ。えー、できる人はできると思うけど、自分はちょっと無理かなと思ったんだよね。そういうなんかストレスに、 オプションちょっと僕もやってみたからね。やってみたけど、やってみる中で、やっぱりその普通のトレードとあんまり変わりがない部分も多々あったし、そうなると、やっぱり自分は無理かなーって思ったんだよね。で今はだから僕は、えー、小説を書くんだったら、えー、その怖さ、<laughs> その投資の怖さを、とか不確実性を描くような小説を書きたいなと思ってるんですけどね。 本当に怖いからさす投資はね。だからこういう、今、あれしたい天井とか、えー、っと僕の売りシグナルが出てるような銘柄とかがめちゃくちゃ強いから、そういう銘柄を、が、さらに上がる方にかけて、買って、それで利用出したら、ダメなポジションを埋めるってやればできるけど、本当恐ろしい話ですよ。あだから、まあ、でも結局、あのー、そんなようなことをやってかざるを得なくなるんだよね。 投資やってるとね。だから、投資をやること自体がすごく恐ろしいことだっていうね、そんなイメージに僕は、になっていて、だからなかなか今年はね、現金の実弾投入ができない、ね。それで、まあでもえ、結果的にはさ、もし実弾投入してれば僕逆張りで売ってるから、まあ苦労してるわけで、まあそれはそれで面白かったんだよね。苦労してでも、それはそれで面白かったから、まあしょうがないんだけど、 まあそんなやり方になってるからね。実弾投入してなくて、えー、よかったなぁと思う反面、寂しい面もあります。もちろん。戦いたかったなぁっていう面もある。負けてもいいから戦いたかったなっていう面もある。で、やっぱり面白かった。負けても面白かった。それが怖いところだよね。なんで、ヘッポコ投資4年生さん。まあね、えー、本当に致命的なマイナスにならないように、ぜひ、 えー、頑張ってください今言ったやり方みたいなやり方しかないんだけどそれはそれでまたリスクを取ることになるのでね安全にこう手締まえる方法とか、えー、そういう方法はないと言っていいからぜひ、えー、その辺わき,わきまえてというかその辺の限界をね、えー、意識しつつ、えー、やりすぎないように僕みたいに去年、ね、粘りすぎて失敗したからさあならないように してほしいなって、くれぐれも願っております。えー、ということで今日は、えー、オプション界隈から、吉丸じいさんからメールいただきました。まあ他にもね、まあ、あの、オプションやってた方は何もいらっしゃいましたよね。えー、そういう方からのメールももし、え、いただければね、今のこの急変動でもうまくいってる人もいると思うんで、いると思うんだけどね、そういう、こういうふうにしてうまく乗り切ってるよっていうメールとかね、いただければ励みになりますけどね。えー、まあ僕自身はあまり自信がないんだよね。 オプション難しいしね、えー。ちょっとオプションできるほど頭良くない <laughs> そんな感じがする。やっぱりオプションやる人ってやっぱ頭いいんだよ。<laughs> そんな感じがするしね。そんな感じで僕は、えーね、オプションはやれなかったんですけどね。今日は、今日も皆さんメールありがとうございました。えー、この辺でね、終わりたいと思います。 明日は金曜日、週末ですね。ちょっと長めにやりますんで、またメールいただければと思います。今日はちょっと、なりすましの人がいるということで、ご連絡を受けまして、それの注意喚起を兼ねながらの夜トレになりました。<laughs> 何か変なことが、傷お気づきの点がありましたらね、ご連絡いただければ幸いです。夜トレラジオアジでした。また明日。あ明日ならちょっと長めにね、週末やるから、メールくださいね。待ってます。 ではまた。